渡来大国玉姫神社は、伊勢神宮、とゆけ大宮宮宮の拙者。旧豊か宮崎文庫の西南西の下空宮域林の参観に鎮座する。三重県伊勢市豊川町の伊勢神宮下空の旧域林に鎮座するが、境内の参道とは直接つながっておらず、下空の旧域に沿って進むと参道口が現れる。下空の拙者としては、草泣き神社、大間国章神社、 渡来国五神社に次ぐ第四位に位置する。祭神は、大国玉の命と、渡る豆、スケスケ予備命の二柱。両神とも、鎮座地の渡来地方の地主の神である。神武天皇の第二、天日別名が、伊勢平定のために訪れ、両神が持っていた弓をかけて橋を作って出迎えたという。また渡る豆、スケスケ予備命は、伊勢つび子の娘とされ、 天日別名の妻となり、伊勢国造の祖とされる。天日別名と、渡る豆、スケスケ予備命の子、伊勢国造被告に磨き立て与田の地は、渡来国五神社の祭神とされる。境内は、昼間でも暗いほどの鬱蒼とした大木に囲まれている。社殿は、写真にあるように玉垣に囲まれている。祭銭箱は置かれていない。渡来大国玉姫神社のさらに先には、 下空抹茶の猪狩神社と、伊中神社が鎮座する。渡来の多くに玉器の社と称していたが、現在は、縁起式神明朝に記載されている名称に従い、渡来大国玉姫神社と表記される。桜井勝之神は、渡来大国玉姫神社に関連して、以下のように記述している。一つの社会が、中央の政権のもとに統合され、その国家の組織の中に組み込まれるならば、 そこで祀っていた神々も、また国家史上の大神話と何らかの神系あるいは、深淵の神々として組織化されることは、例えば、出雲と中央の関係を描いた神話にも示されている。桜井勝之神、伊勢神宮35ページすなわち、磯部の有力者であった渡来氏に、豊池大三家の祭祀を委ねた際に、渡来氏が祀っていた氏神も伊勢神宮の中に、 組み込まれたものと考えられる。桜井は、渡来大国玉姫神社の社名からも氏神であったことが推察できると述べている。創建連代は明らかではないが、上述の通り、伊勢神宮下空に組み込まれる以前、すなわち、有略天皇22年以前から存在したと考えられる。中世には、ほとんどの説末者の祭祀が断絶した中で、渡来大国玉姫神社は、 祭祀が途絶えることも、鎮座地が移動することもなく、現代まで受け継がれてきたと考えられている。社地からは陶器の残血が見つかっている。見つかった陶器は、ほとんどが、末期である。ありがとうございます。